そして時代はデジタル時代に入ります。そうなってきますと、この音源であるとかコントロールがデジタル化してきます。例えば DCO であるとか、それからウェブメモリーのオシレーターを持ったもの、こんなものが登場してきます。その中の代表としまして、まずポリ800があります。これは、価格も安かったし、大きさも手頃だったんで大ヒットしました。ではまずこのポリ800から説明していきましょう。800のマーク2なんです。ポリ800ですね。これは、MIDI が最初についた、キーボード、シンセサイザーですね。コルグのシンセサイザーの非常に初期のものですけれども、今見ますとですね、これ非常に可愛らしいですね。ショルダーキーボードにできるように、なってますし、それから軽いです。それで非常にコンパクトにまとめられてるんですけれども、このコントロールがデジタルコントロールになったってことですね。それから DCO を使ってるっていうこと、いろいろ特徴があるんですけれど、でこのデジタルコントロールによってかなりそのつまみがなくなりましてですね、ボタンで全部コントロールできるようになった。ここが一つの特徴じゃないかと言えるんですけど、まずこれプログラマーがありますんで、ここで例えば今78番という音色が選ばれてますけど、こんな風な音がします。こんなちっちゃいんですけど、すごい厚みのある音が出るんですね。じゃあちょっとこれパラメータをいじってみたいと思うんですけど、今74番って音色を選んだんですけど、こんな音ですね。割と減衰系の音なんですが、これに対してですね、例えばフィルターをちょっといじってみたいと思うんです。フィルターをいじるためにはですね、まずプログラムパラメータボタンというものをポッと押します。そうしますとですね、ここの表示が変わりましたけど、パラメータナンバーとその数値が出てきます。でフィルターっていうのはどれかって言いますと、ここにその一覧表がありますんで、これを見てみます。そうしますと VCF、フィルターは31番がカットオフ、32番がレゾナンスになってます。ちょっとレゾナンスを変えてみたいと思いますんで、32番なんて選んでみます。そうしますとバリューが01となってますんで、かなり低い値だなってことで、今度はこれ上げていきます。このバリューボタンをアップの方を押していきます。こんな形でですね、バリューの値を変えました。14にしました。それからこのポリ800 2のマーク2のですね、面白い機能としましてはですね、デジタルディレイが入ったってことですね。ポリ6にもコーラスとかアンサンブルとかこういった機能があったんですけど、これはデジタルディレイが入ってしまったということで、なかなかこれも面白いことができます。このパラメーターはですね、70番台に入ってますね。71番にデジタルディレイのタイムが来ます。それから75番にディレイのレベルが来ます。これを、上げときますと、もうちょっと時間を長くしましょうか。こんな風な、よくありがちな、エコー的な効果が作れたわけですけど、じゃあこれを使ってですね、さらに面白い機能、この中にはですね、シーケンサーが入ってるんです。ちょっとこれを使ってみましょう。まずプログラムモードにしまして、じゃあ75番なんて音を選んでみましょうか。こんな音ですね。でこれでですね、シーケンサーの録音してみましょう。まずシーケンサーのスイッチを書き込み可能なモードにします。ここですね。でスタートボタンを押します。そうしますとこういうふうな表示が出てきますね。でここでですね、まず最初に、どの音でも入れてみましょう。それから休符を打ち込むためにはステップを押します。でオクターブ上のどの音、これぐらいまで入れてみましょう。それで、もう一回この書き込みのスイッチを切りますとですね、これで入りましたんで、テンポはここで決まるんですけど、という感じでですね、簡単にシーケンスが組めると。もちろんこれ和音で入れたりとかもできるわけなんですけれども、なかなかですね、簡単に打ち込めるんで、いわゆるテクノ的なシーケンスデータなんかは、これで組めばいいんじゃないかなと言えます。もちろんこれMIDI でクロックで、動機なんか取ることができますので、いろいろな使い道があったわけです。
時代はデジタル時代になります。 DW8000 ですね、これはですね、いわゆるアナログのオシレーターじゃなくてですね、デジタルオシレーター、もう本格的なデジタルオシレーターを採用した、楽器です。まあ今でいうサンプリングとかそういう、まあ、大容量のメモリーは使わないんですが、波形ですね、いろんな波形をですね、例えばサックスの波形の一周期であるとか LP の波形の一周期であるとか、そういったものを合成しまして、それをメモリーに書き込んだと、ウェーブメモリー方式の、まあ、シンセサイザーなわけです。でここにずらーっと今パネルの上面にですね、1番から16番まで波形が書いてあるんですけど、こういったものが音源波形として得られてますので、いわゆるアナログシンセに比べますと、その音色の複雑な音色がもう波形自体から得ることができるわけです。例えば今67番なんてプログラム選ばれてますけど、まあ、こんな風な、かなり、まあ、可愛らしいデジタル的な、まあ、LP の音ですけどね、こんな音が出れますしですね、例えば違う56番やっぱこれもベル系なんですけど、ベル系とオルガンの音がうまくマッチングしたような、まあ、なかなか広域低域でバランスの取れた、ベル系の音がします。例えばあと76番、まあ、こんな風な、シンセパーカッション的な音も出すことができました。でいろいろパラメーターなんかも面白いものがあるんですけど、さっきの67番に戻ってですね、パラメーターボタンを押してみましょう。そうしますとですね、まあ、ここの部分に、いろんなパラメーターがあって、これは先ほどの、ポリ800なんかに通じる、そのパラメーターの番号ですね、オシレーターが11番であるとか、オシレーター2が21番とか、まあ、こういうあるわけですけど、例えば31番がカットオフなんてありましてね、デジタルディレイなんかも内蔵されてるのは同じことです。でオシレーターの12番選んでみましょう。パラメータの12番ですね、これで12番、そうしますと今5番という波形が使われてるんです。この、ピアノは5番の波形なんですね。これを例えば10番に変えます。それから、オシレタ2の方も変えましょう。22番なんてやって、これも、11番、22番にして11番からにします。全然音の感じが変わったと思うんですけど、このように波形自体がいろいろ面白いキャラクターを持ってますんで、これをまあフィルターで、フィルターで加工していくと、これによってると、まあ、そういう作り方ですね。今 の, そのサンプラーでの音作りなんか M1 なんかのにもこの DW の波形が入ってますんで、まあ、そういった原型がこの DW8000 にあったと、そういうことが言えるんじゃないでしょうか。